砂漠での声作品77は、エドワード・エルガーが1915年に作曲した、老匠、ソプラノと還元学のための作品。テクストは、ベルギーの詩人、エミール・カマルツによる。1914年8月、ベルギーは、ドイツ軍の侵攻を受ける。大都市は、壊滅、両人営からは数え切れない犠牲者を出し、ベルギー国王アルベール一世と彼の軍は、 ウェストイコールフランで練習、イセル川の川岸へと追いやられた。ザポールモールガゼットは、砂漠での声の講演表で、舞台上での情景を次のように表している。鈍調が上がると舞台は夜、荒れ果てた土地に破壊された建物が建っている。遠くに、イセル川のキャンプの明かりがしわたたき、手前には街灯をまとった男の姿が、エルガーの音楽に合わせてこの光景について一人、語りを行う。 彼が話を終えると、小屋から農家の少女の声で戦争が終結する日の訪れを願い信じる歌が聞こえてくる。旅人は少女の勇敢な歌に聞き入り、釘付けとなって立ちすくむが、その後彼は彼女の見事な勇気と不屈の精神について語り、そして幕がゆっくりと下ろされる。初演は1916年1月29日にロンドンのシャフツベリーシアターで行われた。 呂章を行ったのは、ベルギーの舞台俳優であるカルロ・リテンであり、オルガリンのソプラノ、そして指揮は作曲者自身であった。テクストを英訳したのは、カマルツの妻である、ティタ・ブランである。曲は、ピアノ伴奏版が1916年にエルキン社から出版されている。注釈主典。ありがとうございます。